トレバー・ネビット・デューピュイは、アメリカの大役陸軍大佐、軍事士や、デューピュイ戦略研究所の設立者である。父親との共著、エンサイクロペディア・オブ・ミリタリー・ヒストリーは、世界的に有名。6歳の頃、両親と共に、アメリカ陸軍の輸送船、トーマス・デ・マニラからサンフランシスコに向かう途中で、長崎に寄港。3日間滞在した。 第二次世界大戦中のビルマ戦線で日本陸軍第18師団の兵士を尋問している。その中で師団長の田中新一中将を立派な指揮官だと褒めている。デュピュイは障害に本語を話せなかったらしく、間に中国人の兵士を挟み、片言の中国語と漢字を使って意思疎通を図ったそうである。1946年、 陸軍次官の軍事アシスタントを務めた関係で日本を公式訪問。翌1947年にも来日している。1988年に東京を訪問。当時の防衛庁で軍事士と自分が開発したコンピューターによる戦闘シミュレーションモデルについての講演を行った。その後も日本に留学していた末娘を訪ねてたびたび来日していた。 別名、勝利なき戦いと呼ばれた朝鮮戦争に対して、ワシントンは軍に対して、朝鮮半島に侵攻した、共産軍を撃破せよとの明確な任務を与えれば、よかった。朝鮮半島にどんな政府を作るのか、あるいは現状回復に止めるかは、勝利の後で政治が決めることである。作戦死因天状況に、政治的思惑を絡ませれば、勝利はないとの苦言を呈したとされている。 デュピュリが開発したのは数値的戦術決定モデルといわれるトップダウン型のコンピューター化された戦闘シミュレーションプログラムである相対戦闘力と損害、戦闘時間と戦場、軌道速度に焦点を当てて分析したデータをもとに戦術軌道の選択に役立つよう研究したものである多くのアメリカ製のシミュレーションモデルがボトムアップ方式を採用している これは個々の兵器の威力と能力、特に命中率と殺傷率を合計した数値から戦果を予測するものである。この方式は異なる種類の兵器や装備間の相互作用の影響を計算に入れておらず、一定の人員と装備、兵器の組み合わせが過去の実際の戦闘においてどのような実行を上げたかという点の考察が抜けている。つまり、 兵器の威力を過大に評価しがちになる。まして部隊の単位が大きくなったり、相互支援、共同作戦を行うようになると、その調整自体が発生する摩擦による損失計算を行うことができない。まして人為的なミスの組み入れは不可能である。逆に、トップダウン方式の手法は、まず歴史上の戦闘結果を、各々の戦闘における両軍の人員、兵器、 装備などの数値を比較し、摩擦などの相互作用の実質的な影響を大まかに測ることができる。データベースに十分な歴史的事実の例を蓄積することにより、ボトムアップ方式で生じた歪みを修正することが可能になるのである。TNDM の欠点は、戦士データの収集とデータに対する解釈の専門性にあるとされる。軍事の専門家が分析し、 データを作成しなければ誤りが出る。さらに選手データは通常軍事機密に属するので一般の学者やソフトメーカーの手には入らない。例えば一つの戦闘において兵士の死因が何であるかはどこの国も公開しない。判明してしまうと相手側はその研究結果を編成や装備に組み込んでしまうからである。TNDM は 米国防省から原資料を提供されている。つまり、情報を占有できる、特定の国だけがこのシミュレーションを活用し得ると言える。デュピュリが開発した TNDM だけが、1991年1月から2月に、かけての湾岸戦争の原因や結果を正しく、予想できたとされている。米軍の陸、海空軍、統合軍の作戦見積もりにおける兵士の損害は、 二から三万人であった。ところが TNDM では約千人との損害予想であった。国防省は TNDM の見積もりを信用せず膨大な医療準備を中心とする平坦部隊と物資をペルシャ湾地域に整えた。しかし結果は TNDM の見積もり通り4日間でクウェートを脱回しその損害は約五百人であったとされる。ありがとうございます。